ようこそ JNW へ。パーソナリティの玉木です。今回お届けするテーマはこちら。在日米軍とその関係者の愛がとてつもなかった。日本から離れたくない。皆さん、カレーはお好きですか？統計によると日本人は週に1回以上はカレーを食べているそうですよ。そんな日本人が大好きなカレーですが、外国人の間でも日本のあるカレー店が大人気を博しているようです。一体どんなお店なのでしょうか？それでは早速行ってみましょう。日本人のソウルフードと言っても過言ではないカレー。日本には数多くのカレー店が軒を連ねています。そんな中、今回話題になった店が日本の沖縄にあります。その名は日本最大手のカレー専門店チェーン、カレーハウスココ一番屋。店の名前はカレーならココ一番屋から来ていますが、人々からはココイチの愛称で親しまれています。特に沖縄の各店舗ではその土地柄からか、多くの在日米軍関係者やそのご家族から利用されています。夕食時には店内がほぼ外国人で埋まるなんてこともあります。それもそのはず、日本全国に1400店舗以上もあるココイチの中で売り上げが一番多いのは沖縄北谷国体道路店なのだそうです。もはや在日外国人は日本人よりもカレーを食べているではありませんか。そんな沖縄のココイチですが、一体どんなお店なのでしょうか。まず沖縄のココイチには沖縄限定メニューなるものがあります。例えば沖縄限定のメニュー、テリマヨチキンですが、これはカレーの上に照り焼きソースとマヨネーズをたっぷりかけたチキンを乗せた商品です。その他にもテリマヨチキンサラダという通常メニューのサラダにテリマヨチキンを混ぜた商品もあります。どれもアメリカ人が好きそうな非常にこってりとしたメニューですね。これは米軍関係者に人気なのもうなずけます。沖縄の一部の店舗ではその店舗のオリジナルメニューを展開しているところもあります。沖縄南インター店では基本のキッズメニューからポテトにハリケーンポテトを追加したり、ソーセージをビッグハンバーグに変えたりなど、キッズカレーのトッピングをボリュームアップしています。もはやお子様用とは言えないサイズですね。メニューは日本語に英語が併記される形で書かれています。しかしメニューの中にはチーズナンやジューシーチキンサラダなど英語のみで表記されている商品もあり、これらを注文するのが圧倒的に外国人であるということがうかがえます。ちなみに店内に置かれている漫画も英語版のものが多いです。二つ目の特徴として商品のボリューム感が挙げられます。利用客のニーズに合わせて様々な基本メニューがボリューム増し増しにカスタマイズされています。その一方で2018年3月から沖縄の全店舗でハーフサイズのカレーが販売終了になりました。ハーフサイズを注文するアメリカ人などいないということなのでしょう。そんなココイチのカレーですが、ベースとなっているルーは日本人の味覚に合うように仕上げられていて、まさに日本のカレーといえます。日本のカレーはもともとカレーはインドが起源でナンと一緒に食べられていましたが、イギリスに伝来してからナンがライスに変わったライスカレーへと変化し、さらにカレー粉が発明されることで調理が簡単になった頃、文明開化の音とともにイギリス経由で日本に伝わりました。1853年にペリーが浦賀に来航して以来、横浜周辺にたくさんの欧米人が住み着くようになったこともあって、洋食としてライスカレーが少しずつ日本人の間に広まっていきました。1905年には日本で初めて国産カレー粉が製造されて国内で販売されるようになりました。これを皮切りにライスカレーは日本人の手によってカレーライスへと怒涛の進化を遂げていきました。
明治後半から大正時代にかけて和食店は洋食ブームに後押しされ、出汁の効いたカレーうどん、カレー南蛮、カレー丼などのカレーと日本食を融合させた新しいメニューを提供するようになっていきました。カレーの上に具材をトッピングするというアイデアが生まれたのもこの頃です。1918年に浅草にあった洋食屋台がカレーととんかつを合わせて提供していたのがトッピングの始まりだそうです。1926年には浦上商店が粉末カレーを缶に詰めて売り始めました。ちなみにこの浦上商店が後のハウス食品となり、ココイチにカレーを支給するようになります。他のメーカー各社からも家庭向けのカレー粉が多く発売され、もともと高級な西洋料理だったカレーが庶民の料理として広がっていきました。太平洋戦争や第二次世界大戦の最中、カレーの製造・販売は食糧統制のもとに中止されましたが、終戦後カレーは製造・販売が再開され、さらに日本中に普及していきました。1948年からはカレーライスは全国の学校給食に導入されました。1950年にはカレーは固形のルーとして発売されました。カレールーが各社から発売されたことで、カレーライスは誰でも手軽に作れる家庭料理へと発展していきました。そしていよいよ1978年にカレーハウスココ一番屋の1号店が愛知県にオープンしました。こうしてカレーライスは家庭だけでなく、外食でも庶民が気軽に食べられるようになっていきました。1968年にはレトルトカレーが誕生し、20世紀末にはレトルトカレーが宇宙食として起用され、カレーは宇宙でも食べられるようになりました。現代でも様々なカレーが誕生し、カレーは進化を続けています。今回の話題について駐在しているまたは駐在していた米軍関係者の方々から、ココイチに対する熱烈な愛情がこもったコメントが多数寄せられていました。寄せられたコメントの一部をご紹介していきます。ココイチの味が今でも忘れられない。時々ココイチのカレーが夢に出てくる。それぐらい好き。絶対にココイチのカレーが恋しくなってしまうって分かってるんだ。だから俺は日本から離れられないんだ。日本を離れたらすぐに絶対あの味が欲しくなると思う。日本から離れたらココイチのカレーがものすごく恋しくなるだろうな。そう思うと今から泣けてくる。朗報だ。ココイチならハワイにもあるらしいぞ。ハワイにもココイチがあるのかどうかについてちょうど俺たちも盛り上がっていたところだ。もうすっかり覚えてしまったこのセリフ。チキンカレー10辛、あとマッシュルーム、ほうれん草、チーズをトッピング、それからコーンサラダをごまドレッシングで、あとウーロン茶もお願いします。私のお気に入りはフライドチキンカレー甘口、それにダブルミート。そう、ダブルよ。何か問題でも？あとはチーズとスクランブルエッグをトッピング。最後に食べたのはもう10年以上前になるけれど、あの味を忘れた日は一日たりともないよ。ああ、沖縄に戻りたい。ココイチが食べたくて仕方がない。私が沖縄に行きたい理由の一つがココイチの存在だよ。今はココイチが食べられなくなって本当に悲しい。日本に行った人はみんな口を揃えてココイチ、ココイチって言ってる。ココイチの本当の凄さは口では説明できない。日本に行ったことのない人間には理解できないだろう。この動画を俺が持っているすべてのパソコン、タブレット、スマホに保存した。ココイチとずっと一緒にいたい。動画を見ていたらココイチのカレーの香りがした。重症かもしれない。
世界中探しても他にないと思うよ。こんなに中毒性のある食べ物は。冗談抜きでココイチは沖縄の経済を支えていると思う。俺は生きるために食べているんじゃない。ココイチの10辛を食べるために生きているんだよ。最後の晩餐はココイチのカレーって決めてる。ああココイチ、俺の人生にはお前が必要なんだ。俺の辞書ではココイチと書いて人生と読む。夏に家族でココイチに行ってお持ち帰りした時、商品を実際に注文したやつと全然違うって家に着いてから気づいたんだ。それでココイチに電話してそのことを伝えたら、台風の中本来注文した商品をわざわざ自宅まで届けに来てくれた。それ以来すっかりココイチの常連さ。味だけじゃない、サービスもいつだって最高なんだ。東海岸にも誘致活動して出店してもらおう。俺の胃の中にココイチ出店してくれないかな。ココイチは世界最高のカレー屋さん。宇宙一のお店だよ。世界一じゃなくて宇宙一だ。ココイチに向かう時の興奮が忘れられない。ココイチは国内にとどまらず、ハワイや上海に始まり、アメリカやアジアの地域へ進出し続けています。そして今ではアメリカや中国などに約150店舗も展開していて、世界最大のカレーレストランチェーンとしてギネス記録に認定されています。またココイチはお客様第一主義、現場主義を心がけていて、それぞれの店舗が現地のニーズに合った空間になっています。現地のニーズに合った空間作りといえば、まさに沖縄のココイチがそうですね。沖縄のココイチが米軍に人気な理由がここにありました。そんなココイチですが、基本となるカレーの味は海外でも変えずに日本のカレーを提供しています。これは日本を離れてココイチのカレーが食べられないと嘆いている人にとっては嬉しい限りでしょう。またこれからもココイチのカレーを愛する外国人は増えていくことでしょう。いかがでしたでしょうか。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。